サイモン・ワーンは、シネマトグラファー。映像作家。映像アーティスト。写真家。映像ジャーナリスト。和歌山大学観光学部。観光教育研究センター特任助教。楽能学園大学特任研究員、クイーンズランド工科大学研究院を務める。和歌山県大寺町における、古式捕鯨の研究を行う。映像プロダクションストライピードック。 プロダクションズ代表で2011年にはオーストラリアドキュメンタリー最優秀賞を受賞した。エミー賞最終候補にもノミネートされた。2010年にはハヤブサの大気圏再突入を撮影した。1956年11月5日生まれ、オーストラリアタスマニア州出身、西オーストラリア州パース育ち、和歌山県在住、カーティン大学卒。 オーストラリアの ABC や民放のテレビ局で報道、環境、芸術、スポーツなどの番組のシネマトグラファーを担当。その後、フリージャーナリストとなり、タスマニアの環境問題など、地域の生態系保全や文化多様性の維持、持続可能な発展について、日本とオーストラリアとフィリピンで調査研究、執筆、教育、地域への貢献活動を行う。 2012年に和歌山に移住。太事町の捕鯨文化を世界産業遺産に登録するため文化財の独自調査を進める。和歌山、太事の伝統的な捕鯨について日本人自身がその歴史と実態をよく知ることが大切です。サイモン・ワーン、トラディション太事捕鯨に対するサイモン・ワーンの考えは商業捕鯨は反対。 伝統捕鯨の存続というもの。その理由は、オーストラリアではカンガルーを食す。同じように持続可能な捕鯨は許されるはずで、日本には、もったいない、サスティナブルな精神が残り、また、大事町のような持続可能な捕鯨は、ユネスコの産業遺産に登録されるべきで、そこには、私たちの環境問題の解決のヒントがあり、最先端である。という趣旨による、 2014年4月、日本は捕鯨を続けるべきだとサイモン・ワーンが語ったとする新聞記事が書かれた。江戸時代から連綿と続く大地の捕鯨の歴史を伝えれば世界の認識は変わるはず。日本は欧米のように油だけを取ってクジラを捨てるようなことはせず、全ての部位を使って無駄にしない。必要なのは欧米の批判を気にせず、捕鯨の真実を伝えること。 胎児長は自信を持って立ち向かえばいい。胎児の真実のストーリーを伝えなくては、などとワーンは語った。後に記事は一部が誤報だったとし、日本は伝統的な捕鯨続けるべきだに訂正され、日本は胎児長での追い込み量などの伝統的な捕鯨を続けるべきだとワーンが語った内容に訂正された。同じ頃、ワーンの主張は、 週刊新調によっても取り上げられた。この記事では、ワーンは映画ザコーブの隠し撮りについて非常識と述べ、その理由に動物の利用は残酷さを伴うが、オーストラリアの農場で同じような無許可の撮影が許されるだろうかと指摘した。また、ケネディ中日米国大使のツイッターでのつぶやきについては、彼女は捕鯨やイルカ漁について、 さほどの知識を持たずに発言していると述べ、さらに、大使は、大事町を訪問し、現地を知って公平な目で、判断せねばならないと指摘した。また、国際司法裁判所の判決については、私は悲観していない。西洋は、原油により莫大な利益を得て発展してきた歴史を、忘れて、西洋の論理を都合よく押し付けることは許される、ことではなく、日本はこれを機会に、 自らの正当性を主張すべきだ。とする意見を述べた。反捕鯨活動2007年から2008年にかけて、アメリカの CATV、アニマルプラネットのホエールウォーズの撮影に参加し、南極海で日本の調査捕鯨船を妨害するシシェパードの海賊船を5週間取材した。海賊船、スティーブ・アー・ウィンゴーの号、A の構成員らが日本の捕鯨船に不法に乗り込み、 捕鯨戦速に拘束された際、ワーンは、ゴーメディアのインタビューで日本側を非難した。その後、解放された海賊船の構成員の話では、捕鯨船の日本人乗組員は、不法侵入者の主張にも耳を傾け、環境問題を扱った、もののけ姫の DVD を不法侵入者に手渡すなど、対話の姿勢を見せていたが、アニマルプラネットでは、一切触れず、 放送内容は、制作側の意図する、凶悪なクジラ殺しの集団として、日本人というイメージを伝えるだけのものだった。捕鯨用語活動への転向アニマルプラネットで2008年に放送された、この、クジラ戦争シリーズ1は、同年の最高視聴率を記録し、商業的な成功を収めたほか、エミー賞にもノミネートされたが、番組の方針に疑問を抱くようになっていたワーンは、 1> 第1シリーズで撮影クルーを降りた。ワーンは2014年に当時を振り返り、当時の自身の心境について、カメラマンとして自分の仕事が評価されたことには満足したが、しかし、捕鯨の実態を反捕鯨側からしか取材しない、アニマルプラネットの報道姿勢や、シー・シェパードの描いたシナリオによるドキュメンタリー制作に違和感を覚え、編集された作品には、 満足できなかった。とする趣旨を述べている。また、2014年に出演したテレビにおいて、彼らの活動は誠実とは言い難いとする見解を述べた。古式捕鯨の調査、江戸時代の大地の古式捕鯨の巻栄蒸気の理由で、2008年に、ワーンは、日本の捕鯨文化を徹底的な調査を意図して、古式捕鯨発祥の地である大事町を訪れた。その後、 捕鯨の研究を続けるために拠点を和歌山に移した。ワーンは当時世界最速と考えられる和船を巧みに操り、クジラを網に追い込み森で仕留める命を落とす危険のある古式捕鯨を学ぶうちに大事の漁師に脈々と受け継がれた伝統と文化に深い感銘を受けた。と当時を振り返った。ユネスコ産業遺産への登録推進2015年4月。 世界観光機関のアジア、太平洋地域の会合でケーススタディの講演を行った。トラディショナルホーリングコミュニティベースのツーリズムと題したワーンの講演は、大地の話が例示として取り上げられた。ワーンは、大地はセンセーショナルな写真と言葉によって、非合理的で感情的な人たちが行動して、捕鯨産業が猛攻撃を受け、大地町に負のイメージがもたらされている。 その一方、住民らは自身の歴史とアイデンティティを教えられていない。この事態は、大地町をユネスコの産業遺産に登録するのが解決策だという内容だった。2015年6月7日、和歌山市内で開かれたユネスコ全国大会で世界で唯一持続可能な捕鯨文化を持つ大地は、ユネスコの産業遺産に登録されるべきとする講演を行った。 バーンは、反捕鯨活動について、シーシェパードのような活動は、対話的でなく、対立的。歴史的にあまり理解されていない捕鯨と日本との関係を壊そうとしていると述べた。また、日本人は、捕鯨の歴史についての教育が普及していないことに、隠そうとしない限り、本当のストーリーは消えたりしない。伝統的な捕鯨に目を向け、それが、 いかに素晴らしい伝統文化であるかを伝えましょうと述べた。また、英語版のガイドブックに大地が省かれていることに触れ、大地町には世界で唯一の持続可能な捕鯨文化がある。説得力のある物語を再構成し、ユネスコの産業遺産へ登録したい。登録されれば、日本や海外の人が真実を知り、今起きている論争への答えになると述べた。また、 大児において、それまでの捕鯨の方法を進歩させた、網取式捕鯨法が、江戸時代に考案され、それにより大児は、古式捕鯨が産業化した日本で、最初の捕鯨総合基地となったことを紹介し、この歴史が、然るべく、ユネスコの産業遺産の保護下に置かれることを願いますと、述べた。探査機、早草の撮影2010年、日本の小惑星探査機、 ハヤブサが大気圏突入し、そのサンプル回収カプセルが南オーストラリアのウーメラ砂漠に落下するため、サイモン・ワーンは和歌山大学のメンバーらと共に、その光景を現地で撮影した。後に、ワーンの映像は DVD、お帰りなさいハヤブサとなった。また、ハヤブサの大気圏突入の模様は日本のテレビで報道されたので、後に、ワーンは、ハヤブサを撮影した。 写真家などと紹介された。なお、ウーメラ砂漠は先住民にとっての聖地であるので、和歌山大とアンラは、はやぶさを説明する映像などを用いて、事前に先住民と文化交流を行い、現地の人たちに敬意を払い、理解を求める作業を行った。山津健新社での保全活動消失前の狼の天井へ当時の和歌山大学のサイモン・ワーン・イアカと。 クミは環境学や文化人類学の観点から日本狼の絶滅の過程を調査していた。ワーンらは狼信仰を調査するため、かつてサスの山の神と全国に知られた福島県相馬郡、イータテムラサストラホの山津県新社を訪れた。拝殿の天井には多数の狼の絵が伝統的な山と絵の手法で描かれていた。この天井絵は、 他に類例が少ない貴重なものである。狼の絵は、拝殿が建った1904年頃に、当時の宮人が御用絵師に描かせたと伝わるが、一枚ずつ絵柄が違い、いつ誰が描いたのか詳細がわからず、文化財には登録されず自前だった。そして、建屋は雨漏りがするほど老朽化しており、狼の絵が傷む前に記録を残したいと、ワーンらは考えた。 2013年2月、ワーンはそれらの狼の絵をすべて撮影して記録する作業をした。高さ5メートルの天井にある狼の絵237枚を2日がかりで撮影し、その後、神社に提供するために CD ロムにまとめ上げた。その後、同年4月に配電が火災で全焼し、狼の絵もすべて消失した。これを知ったワーンらは、 原発事故で避難を余儀なくされた住民に希望を届ける意図で復元を呼びかけ、そして復元に役に立つように、ワーンは2月に撮影した写真を提供した。天井への復元作業は東京芸術大学が担当した。ありがとうございます。